村人に見捨てられて、エンダー事務所に行きかけて、エンダーパール使い切りで、一度挫折しかけて、あなたがおかしくなって、あなたもおかしくなって、見つけたと思ったら図書館しかなくて、コーンポタージュはどこにもなかった。2時間の苦労が消えました。まあチャンネル登録者増えたからどうでもいいんだけど。単純に前回と反対方向へ掘っていけば今度こそ見つかるよね。もしまた見つからなかったら、旋風子ちゃんと復縁するしかないよね。前回言った要塞はあっちにあることをエンパちゃん教えてくれてるけど、今回はこっちの方向へ掘っていくわけだな。君今のポータルちゃんと別れなさい。私は気象って言うんすか？私がもっといい人紹介するから。センタラからももと彼かよ。誰かマイクラの砂利 ASMR 作ってほしい。確かに砂利で木こりすると気持ちいいもんな。それ砂利関係ないだろうが。ごめん砂利 ASMR の件取り消しで。内定取り消しの感覚で言うな。こんな軽く言われたら発狂するだろ。そしてなんとダイヤ発見しました。もうダイヤ見つけても何も感じないけどな。でもついつい集めたくなっちゃうよね。集めといて損はないからな。きっとこの子たち仲が悪いのね。こんな命かけてまで距離置きたいかよ。仲良くしないとダメよ。それじゃあそろそろエンパ投げてみるよ。やっぱ今のポータルちゃんと別れられない。今行くよポータルちゃーん。会いに行く前に力尽きるのにな。あいだけん。ララ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 掘っていかれて、エンパだけに頼っていく。今日も掘ってく、埋めてく、バグる、そして抜かれる。そろそろ休んじゃおうかな。そっと諦めてしまおうかなんて。歌詞思いつかない。ネタ切れなんて言えない。くだらない茶番してる間に休憩スポット完成しました。おーおーおお、いや要塞探せよ。見せ場も必要だろうが、秘密基地を意識して作りました。子供心くすぐるでしょ？こういうことか。物理的に心くすぐってどうする？また廃校見つけました。これで二つ目だな。気晴らしに荒らしていこうぜ。一周回って洞窟村崩壊させたの私たちな気がしてきた。ところで皆さんは洞窟や廃校探索するとき、どう迷子を回避していますか？左側に松明設置していくのが定番みたいだな。私の場合は、ショートケーキで迷子回避してます。ショートケーキカビ生えてんぞ。嫌いな人の誕生日にあげるケーキだと思っていただけたら、オットチェスト発見。早速ゲットするんだぜ。いやまてスケルトンが食われてるからあれは一食い箱だ。スケルトン食べるところねえだろ。オープン、なんかサクランボが入ってたよ。グローベリー？初めて見る食べ物だな。せっかくだからもらっていこうね。もしかしたらエンドラの餌かもしれねえしな。そうそう。え？買うの？ママお願い毎日散歩するから。散歩するたびに街が吹き飛ぶわよ。なんなんミラクルワンガムラオンピン。ごめんなんて。廃校の次は海中洞窟かよ。1800マスも移動したのにまだつかないししんどいぜ。頼むからそろそろついてくれ。前も海中洞窟、後ろも海中洞窟、これなーんだ。絶望洞窟。ちょっとこの絶望洞窟私の字幕の下に置いてみてくれ。これでいいの？業務そこから大声出してくれ。あー。字幕オムライスの完成。バカじゃねえの。もうやだ。どうやらさっきの廃校より数倍大きいっぽいんだよね。仕方ない。少しでもエンパの方角へ探索しながら移動しようぜ。言われてみれば洞窟掘り進めるよりこういうところから移動した方が楽なんよね。確かに移動時間全然違うよな。というわけでチェストオープン。でー。こんな終盤でカボチャの種が手に入るとは。ひらめいちゃった。進みながら鉄も集めていくよ。何に使うかはすぐわかると思うよ。なるほどな。私も察したぜ。本当に要塞あるのかな？無駄にダイヤは手に入るけどな。要塞もダイヤと同じ生成率にならねえかな。この世界滅ぶぞ。もう滅んでんだろ。なんか要塞があるんだけど。そこが目的地ですよ。へぇ、要塞だー。バッキャロあれは要塞じゃねえよく見てみやがれ。あれは、要塞だ。だから要塞じゃねえか。まだわからねえんだ。投げてみろ。へぇ、彼女ネタデータしない。ははガード硬すぎない。ちょっと彼女ガードいる。オッケー、ここは要塞だ。ガードの硬さで判断すな。ようやく要塞探索できるよ。ここまでめっちゃ長かったな。ただここにポータルがあるかどうかだけど。えげつねえところに生成されてるなこれ。要塞掘り当て RTA 向けの地形ですね。
裏でそんなことしてたんかよあの人たちは。誰かうちの子の眼球を助けてあげて。なんだこの要塞くっそ広いぞ。これはポータルも期待できるな。お、健全な人食い箱発見。中身はなんだぜ。人を襲わない世界線の人食い箱かよ。優しい世界。なんだこのチャンネル。本当に地形すごいね。恋人と来たら楽しいんだろうな。恋人突き落とす気なん。しょぼいチェストならたくさんあるんだけど、図書館もポータルも今のところ見かけないんだぜ。旋風この呪いじゃ。怒りを静まりたまえ、怒りを静まりたまえ。ようやく図書館見つけました。長かったな。あれってもしかして、もしかしなくても、ポータルだー。その前に滅菌処理しましょうね。ここはバイキンの来るところじゃねえ。というわけでポータル発見しました。めちゃくちゃ嬉しいな。でもせっかくだから他のところも探索していこうぜ。15分ぐらい探索してきたけど、特に目立ったものはなかったよ。図書館があったぐらいだな。でもこれでとある作業に専念できるよ。それでどんな部屋にするんだ？何ネタバレしとんねん。それじゃあ作業はカットするよ。やりすぎた。ここもエンドラズノーゼン仕掛けてきそうだな。やだよ戦闘中に私の長所は何でしょうとかクイズ出されたら。やっぺ2番と4番で悩むな。何で迷ってるん。せっかくだから部屋の紹介すると、まずは扉付近に必需品置いてあるよ。朝遅刻してエンドラ討伐間に合わない人向けだな。利用者がいたら楽にびっくりだわ。それで壁一面は本棚で埋めました。さすがに持ってきた分だけじゃ足りなくてな。ちょうどご近所に本屋さんがいたから少しいただいちゃったぜで。店長さんゴミ残して夜逃げしちゃってるやん。いやーご近所さんのつながりってほんと大切なんだな。たった今つながり立ってますよ。それで奥に進むと、なんと可愛らしい部屋が。いやどこ行くねん。はよ部屋見せやがれ。なんと可愛らしい部屋が。レッマ。でも一人暮らしには最適でしょ。なんか東京の、あの、あれっぽい。コラボ威力どこに置いてきたの。そして2階部分も作っているのです。覗きで捕まるぞ。こんな堂々とした覗きあってたまるか。しかし覗きに耐性がない奥様に朗報です。なんとエンダーアイ止めたらここに天井できるんですよ。奥様下からジャンプしたら異世界飛ばされるやんけ。事故物件じゃん。あとは急いでカボチャも育ててるよ。強力な仲間を作るためだよな。そういうこと。今回エンドラ討伐に向けて4つの作戦を考えてきたから、視聴者の皆さんは楽しみにしててね。エンドラペットにするルートはないんですか？エンドラ事務所に行きかけたあたりから情移ってません。どうくら。いかがだったかな？ようやくここまで来たって感じだな。エンドラ討伐とか何年もやってないから不安だけど、ここまで来たら完全勝利したいよね。視聴者さんのためにも頑張るぜ。というわけでここまで、次回もまた見てね。